改めまして、小林祐介です。小林明です。では早速ゲストさんを紹介しましょう。この方です。皆さん、こんにちは。第3の小林、小林達之です。よろしくお願いします。でも正しくはもうこのブースの中に作家さんのねちゃんこさんこと小林さんがあらあじゃあ4人目だったもう4人だし4人目です。そうなんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いらっしゃいました。いや嬉しいです。いや本当すいませんね、小林というせいで巻き込まれたいやいやでも本当に嬉しいです。なんかそのラジオのお話聞いたのが実はあの千秋くんのマネージャーさんから、あの今度小林お願いしますって言われて、え何のことですかいやマネージャーどういう紹介してるの小林さんのラジオっていうのがあってっていうのをここで聞いて、自分のマネージャーより早く聞いたのフライングでフライング。そうですね、うちの先輩の山下さんとよくご共演されてるっていうのを聞いてたんです。はいはいはい。なのでそこでその現場で次回小林ラジオお願いしますって言って、そういう入りだったんだ。小林ラジオっていうものがあるんだと思ったんですけど、前回が2月ってことで、さっきちょろっと聞いてんって思って、そうなんです。バレンタインってことはんだいぶ昔ですね。で、これもう土年末31日の放送ですよ。そりゃ、埋まんないですよ、ビンゴが。ね、1年2回ペースですから。紅白聞いて、小林ラジオ聞いてっていう流れですから。嬉しい。いやいや、紅白より優先してくれよ。そこはね、確かに。温泉内で9番目の知名度でしょ。本当だよ。ということで、じゃあ早速いろいろお話を聞いていきたいんですけど。はい。まず、共演っていう意味で言うと、千秋と達之くんは僕らはね、まあ、そうですね、ゲームとか、ね、ゲームで、はい、結構共演させていただいてて、で、それの特番とかも年1ぐらいであるので、まあそこでね、ちょろちょろお話ししたりとか。はい、なんか、はありますね。1年に1回ぐらいなので。なかなかね。はい。まあ今年に限っては、まあだから年2回。2回になりますね。ラジオでもそれで。少ない。でも、ゆうすけさんはどうなんですか、達之さんと。僕たちは、フェイト・アポクリファーの時に。そうですね。はい。お世話になりまして。いて、クリファー。そうですね。でもあの時、珍しく、他にね、小林さなえさんもいらっしゃって。すげえ！そう、交番上に3人も小林がいるよって話をしたの。珍しかったですね。ちょうど自分が、ね、死ぬ役って。そうそう。話。でもアポクリファーって結構前ですよね。5年前ぐらい。いや、そんなに。は3、4年前ですかね。だったと思う。18年とかだった気がするな。ああ、そっか。うん。あっという間ですね。そう思うと。でも、逆にそれ以来ぐらいですか？それ以来ですね。本当に。そうですよ。まあでもやっぱ同じ小林っていう意味で、名前はちゃんと覚えてはいた。はいはいはい。っていう感じなので。嬉しい。なので、ほぼここで関係を構築していこうと。改めてね。ありがたい。あ、2017年だ。2017年。まあ4年ぐらい前。4年前だった。でもあっという間だ。あっという間ですね。ちなみに、あと、まああと、舞台とかもやられてるし、アニメと、なんか今どういうあれが多いんですか？いやでもそうですね、あの軸的には今お芝居の方が、あの声優の方が多くて、声の芝居が多くて、で次に舞台が多くてって感じです。でキャラソンとして歌わせていただくとか作品でとかっていう歌はあるんですけど、やってますね。でもなんか本当に今年すっごい舞台が多くて、あの大変だったなっていう気持ちっていう個人的な話です。でもそれこそあれですよ、あのパラライの舞台に。あ、そうですね、パラライの舞台に。はい。そういうことで言うと俺たち一応パラライで全部つながってますね。そうだ、つながってますね。そう、あの畑中タスク君の役の、あの、あかんやつらの。あかんやつをやらせてもらってたので。まあ、千秋は千秋でね。はい。新しい優秀。新しく、そうですよね。登場して。やべえやつやってますから。だってみんなやべえやつ。そっか。じゃあ大丈夫だ。そうなんですよ。いやそっか、そういうなんか、ちょっとしたね、絡みもあったんですね。ありましたね。意外。まあね、このさっき言った。